こんにちは、クリームです。今日はですね、こういう感じでちょっと機材にまみれながら、収録してるんですけども、まあ、こうやってやりたかった感じが今できています。で、今何してるかっていうと、ディパートニブデザインの R6 っていう、まあ、ランチボックス、シャーシですね、が6スロットありまして、これが電源を供給する、まあ、ランチボックスっていうボックスなんですけど、で API がもともと作った、API500 っていう企画のものでして、でこれが1スロット、今 SSL のこれですね、 SSL の、6っていうチャンネルストリップが刺さっています。であと5スロットさせるんですけども、ただまあこの API500 ラックも 2スロット分刺すやつがあったりとか、まあ、1スロット分のがあったりとかするんですけど、まあこういう感じで今日撮っています。で、今日はですね、オーディオインターフェースは AMS-NEVE の 88M を使っています。でマイクが、このノイマンの DLM-102 ですね、ティコネサマイクです。でなんかね、期待通りっていうか、いい感じの自分の求める音がですね作れつつあるんですけど、まあこの NEVE88M 単体でマイクプリもオーディオインターフェースも使うのももちろん好きなんですけど、まあこの SSL の6を使うと、ここがゲインマイクプリで、ここが2バンドの EQ ですね。で、LF ローが 30Hz かな。で、ローが 60Hz か。で、ハイが 3.8kHz だったと思うんですけど、まあ、ローとハイをシェルフでこう上げられる。まあ、ベルもできるんですけど、ベルだとこういう感じですね。っていう2バンド構成の EQ。これか。と、あと、ここがコンプですね。で、コンプも、スレッショルド決めるだけ。で、まあ今、グリーンがですね、ちょっとつくぐらいにコンプレッションしてるんですけど、アタックもリリースも入力ソースに応じて自動で、決まるというのと、あと、なんだっけ、メイクアップ、オートメイクアップなので、圧縮した分、減音してくれるってことですね。ボリューム上げてくれるという感じになっています。はい。で、まあとりあえず試しに買ってみたんですね。でこの6が結構API500 のラックの中では安くて、で日本国内でも 6.8 万ぐらいかな。まあポイント考えたら6万ちょっと。で僕はまあ海外から買ったんですけど、関税とか、送料込みでだいたい5万ぐらいで買いましたかね。でまあ僕結構ためらわず海外から買うんですけど、まあ海外から購入する方法とか、まあ注意点っていうか関税のこととか、まあお話ししてもいいかもなと思ってるので、まあもし、まあ国内に在庫ないこと結構あるので、海外から買う方法を、まあ、チップスっていうか、ちょっと知りたいって方がいたら動画にしようと思ってるので、まあコメントいただければ嬉しいんですけども、まあそういう感じで届きましたと。でここの5スロットどうしようかなと思って、これ全部揃えたらもう100万とか超えてくるので、まあ、いきなりはできないと。まあ徐々に増やしていくかもしれないですけど。ただこれ開いたままだとやっぱりね、埃入るし、あとここに埃入るだけだ
ったらまだいいんですけど、ここがね、ちょっと見えないかな。見えるかな。シャーシがもうむき出しなんですよね、ここ。ここのシャーシ。っていうのもあって、まあ、なるべく密閉したいと。いうのがあるんですよね。ただ、ここの、一個ずつ埋めるパネルがあるんですけど、このレパートニー部の場合だったら、この、まあ、オフホワイトっていうか、まあ、ほぼホワイト。白いパネル。それがね、国内だとね、1枚、3800円ぐらいかな。するので、5枚買ったら、まあ、1万7000円ぐらいか。はすると。うん。まあ、安くないのでね。まあ、とりあえず、いらんかなと思って、とりあえず買ったんですけど、やっぱり気になるんで、まあ、パネル欲しいなと。うん。ただ、パネル5枚買うのか、なんか、1スロットもう1個、まあ、この機械に買って、その、ブランクのパネルを4枚にするのか、っていうのはちょっと昨日悩んでいて、まあ思ったよりこの SSL の6が良かったんですよね。っていうので、検討した結果、買ってしまいました。うん。そのパネル自体も国内だとあんま在庫なくて、っていうのもあって、また海外から同じお店で買ったんですけども、まずですね、ラックは 1U ですね。この1スロット分買って、ルパートニーブデザインの、542っていうテープシミュレーターっていうのを買いました。うん。で、ちょっと見ていきたいんですけど、うん。で、まあこれですね。500シリーズのテープエミュレーターってやつで、でこれね、評判いいんですよね。究極のサウンドパレット、ポルティコ5042。を受け継ぐ500シリーズモジュールとなる542と。テープレコーダーが備える特徴と厚みを持った音楽的な効果を提供する新しい機能が備っています。3次倍音効果をもたらすトゥルーテープ回路。ですとか、シルクテクスチャー回路で2次倍音を強調した3種類のトランスフォーマートーンを演出。ウェットドライコントロールで最適なサチュレーション量を調整することができると。で、一番上がトリムで、ボリューム調整。で、肝がこのサチュレーションなのかな？うん。サチュレーションをアップすると。で、テープエフェクト、テープ回路をオンにする。ドライブメーター。IPS。で、一番下がテクスチャーとシルクってことで、ニーブ伝統のシルクサウンド。うん。シルク。シルクヴィンテージ、シルクモダンって書いてある。まあ、ブルーとレッドのことかな。うん。まあ、僕フルサイズラックの、シェルフォードチャンネル持ってるので、なんとなくはイメージできるんですけど、ただ、その EQ とかでもない、サチュレーションってことですね。うん。例えば、ピークトランジェントを柔らかくするってことなんで、例えば、アコギ弾いたりして、ちょっと、ハイが、ギラギラするなって時にちょっと丸めてくれるのかな、多分。まあ、そんなイメージで、オケとなじませる。そのギターの音が、音だけ飛び出るのを防いでくれるみたいな感じですかね。まあ、ちょっとね、このつまみの調整が難しいらしいんですけど、まあ、そこは、いろいろやってみたくて、うん。
で、この、まあ、ボーカルとかダイアログでも、ちょっと、テープ効果っていうのかな。アナログな、ニュアンスを付け加えられるっていうことで、うん。まあ、これね、ちょっと迷って、うん。結構贅沢だなと思ったんですね、この、ラックは。で、まあ、マイクプリとか、EQ とかコンプを物色してたんですけど、やっぱね、ルパートニブデザインのシェルフォルチャンネル持っていると、まあ、ポルティコの511とか、517だっけな。で、まあ、シェルフォードとポルティコって、まあ、違うんですけど、まあ、結局そんな変わんないだろうなっていうのがあって、まあ、買う意味がそこまで僕的になかったんですね。しかも買ったら1個10万以上するし。で、ちょっとお買い得なのが、ソリッドステートロジック SSL の500シリーズって結構安いんですよ。例えばバイオレット EQ とか、10万切るかな ?8 万ぐらいかな。とか、あと、バスコンプレッサーとか、SSL のダイナミクスとか、EQ とか、結構ね、お買い得なので、まあ、全部、この API500 に関しては、SSL で揃えようかなと、ちょっと思ったんですけど、うん。まあ、それもありつつ、まあ、ゆくゆくはちょっと増やすかもしれないですけど、とりあえずは、そのテープエミュレーターは、これを買った意味があるかなと思って、5042ってね、今廃盤なのかな。まあ、すっごい評判良くて、それが API500 になって、まあ、10万ちょっとしたんですけど、うん。ただそれって、シェルフォードチャンネルから、先導して、そのテープエミュレーター通ってリターンすれば使えますし、そういう意味合いはあるかなと思って、その542にしました、うん。で、ちょっとね、まあなんか出費しまく、想定外の出費なんで、まあなんか使ってない機材とか売りに出そうと思ってるんですけど、うん。で、それで、この 1U、2U、2個埋まったので、あと4。4つをブランクのパネルにしました。で、そこで買ったら、1枚2500円ぐらいかな。日本よりは安かったですね。で、4枚、まあ、買いました。なので、ここ、埋められるんですけど、とりあえず埋めないことにはね、なんかね、買って刺したくなるので、うん。で、1本10万以上するっていうね。超恐ろしい感じなんで、はい。というわけで、それが届きますと。まあ、この SSL と同じお店で買ったので、タイにいる時にポチったんですけど、まあ一緒に買ってもよかったけど、まあ別になっちゃったと。なので送料が7000円ぐらいかかるかな。だけちょっと二重になっちゃったんですけどね。まあそこはちょっと仕方ないとして。っていう感じですかね。で、今日、まあ、これ、また、デスクから、デスクの環境から持ってきたんですけど、ほんと持ち運びしやすいし、機動性ありますね。こうやって撮りたいところで撮れる。うん。で、電源つないでね、まあ、ケーブルつなげば、いけるので。うん。っていう感じですかね。今日はまあ見てもらってわかるんですけど、まあ、コネサマイクで、あれですね。288チームは、まあここにもつなげられるんですけど、ここだとなんか、マイクプリ通るんで、ちょっと嫌だったので、後ろのチャンネル1のリターンにつないでます。で、ここで 48V のファンタム取って、EQ でローとハイ。をシェルビングでちょっと上げて、まあ、コンプかけてるって感じですね。はい。というわけで、まあ、めっちゃ楽しいんですけど、まあ、これでアコギ取ったりとか、昨日初めて、
フェンダーのテレキャスターエレキもですね、ここの DI ここにつないでみて、クリーンな音マイクブリで原因して使ってみたんですけど、結構楽しかったですね。オーディオインターフェース直差しよりも、まあ音量原因稼げますし、あと SSL の音っていうのを感じましたかね。結構いい音で、でそれで DAW 上で歪みドライブの、エフェクトかけてもいいですし、うん、っていう感じですね。やっぱりねフルサイズラックね、据え置きになってしまうので、これ本当機動性があって、うん、結構いい感じですね。はい、というわけで今日は API500 のその後2つ目のラックを購入しましたっていうご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。